すいません、この横断歩道も開けてください。人が通ります。これから通勤の方が通りますので、横断歩道の両側に分けて渡ってみてください。9時あれで9時前には入らないと思います。はい、四国からで、こちらです。四国ネットワークの方です。いえ、もう中央構造線も南海トラフも大変大きな地震が来るっていうのがもう目前に迫っていますので、私たちのふるさと、それから未来の子どもたち守りたいと思ってやってきました。今日2013年7月8日という日は、おそらくこの人類史のページの中に黒々と塗りつぶされる日となるであろう。そうだ、私たちは311の原発事故を経、その事故を今もなお継続して経験し、その災害でたくさんの人々が今なお苦しみ続けているこの中で、抗がん無知にも原発を再稼働しようというこの動きを絶対に許すことはできない。福井から来ました、さよなら原発福井ネットワークの若泉です。こんなような形で大井原発3・4号機を動かす関西電力、安全対策を先送りにしている、住民の命やなんかどうでもいいと思っている関西電力の再稼働申請を断固認めることはできません。そしてガス断層 F6 についてもこの前も調査していると新たに調査報告しましたが、これだって規制専門の委員会が300メートル掘れって言ってるのに70メートルしか掘ってないんじゃないか。そんなもんでこれが活断層じゃないとよく言えるわ。あなたたちに原発を動かす資格はない。今すぐ大井を止めろ。福井県の現地の人たちだって本当は嫌だと思っている。しかし仕事が絡んでるから言えない。しかしきちんと政治的に将来の地域経済の在り方なんか示してくれれば原発なくした方がいいとみんな思ってるんだ。四国電力の重役の皆さん、もう来ておられるのでしょうか。再稼働の申請をやめてください。伊方原発の前には世界でも有数の活断層があります。南海トラフも近づいています。両方マグニチュード8以上の地震になるかもしれない、10メートル以上の津波が来るかもしれないと言われています。このようなところで原発を動かすということは、地元の人々、私たちを見殺しにすることです。自民党政権は福井知事故の責任を取れ。自民党政権は福井知事故の責任を取れ。電力会社は事故の責任を取れ。電力会社は事故の責任を取れ。原発を輸出するな、恥を知れ。再稼働ネットの抗議文をまず読ませていただきます。国民の多数は再稼働、原発再稼働を望んでいない。一言言わせていただいていいですか。北海道から参りました。私たちがここで反対の意見を唱えている間に、もう北海道電力は中に入って再稼働申請、泊原発1号炉の再稼働申請を提出されたそうです。泊原発はですね、防潮堤もまだ出来上がっていないんです。安全対策が万全じゃない中申請をされていますので、原子力安全規制委員会もですね、この基準の中に泊原発がきちんとこの審査内容が合っているかどうか、これで動かしていいのかどうかということをきちんと正しく審査していただきたいと思います。私たちは単純に見て素人ですけれども、福島原発の事故の教訓を全くこの申請内容がですね、生かしているようには見えないんです。危ない原発を北海道で動かしたらどういうふうになるのか、防災対策も取られていないものを動かしていいのかどうかということをよく考えていただいて、しっかり審査をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。こちら今日いただいた資料について、委員長はじめ委員、カムロの方に、共有させていただきまして、
皆様の意見きちんと汲み取っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。これについてはまたこちらからあの電話で問い合わせしたいと思います。長谷川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、規制委員会責任者出せよ、きちんと。これだけ来てるのに原発立地から。それでは対応がふざけてるぞ。何回も儀礼的挨拶で電力会社中に入れてるくせしてさ、どうして原発立地の住民を中に入れないんだ。ふざけすぎだよ、あんたらは。